はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんにね、またあのライトロード式クソリッキーをあのお見舞いしていきたいなというふうに思っておりまして、あの以前もね作ったことあるんですよ。実はライトロード新規来るのを知らんくて、ライトロード新規来る前にあの作ったデッキがありまして、それどういうデッキかっていうと、まあ、超最強コンボだと俺は思ってるんですけど、ナイトメアデーモンズっていう、こうなんか自分のフィジョンのモンスターリリースしてトークン相手の盤面に出すよっていうカードと、自爆解放っていうカードをコンボすると、なんか相手のライフがいきなり相手のドローフェーズで8000以上吹き飛ぶっていう、まあ、先行ワンキル実質先行ワンキルギミックなんですけども、これなんか難しいこと考えないで、なんかクソ適当にデッキのカードを墓地に送るだけであの成立するんですよね。例えばそのナイトメアデーモンズだったら、なんかトリックデーモン墓地送ればサーチできますし、で自爆解放はロールバックを一緒に墓地送れれば発動上限満たせるんで、実質なんで、一応今回ね、ギミックはなんかそのライトロードのギミックとか、あとそれからティアラメンツのギミックとかいっぱい入ってるんですけど、まあ、正直墓地を肥やせれば何でもいいですまあ一応新規ライトロードが墓地壊す能力かなり高いので、周りとしかも一応手数もまあまあ手札によっては出るというところで、このギミック採用してるっていうだけですね。はい、まあちょっと見ていただければ、まあ、どんなクソリギミックかっていうのが分かりますんで、まあ、早速ねやっていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。これ何個目なんだろうな、ちょっと覚えてねえけど、ライトロードのクソリって多分これ100個目くらいなんじゃねえか、まあ、盛らずに言うと多分どんぐらいだろうな、5個目ぐらい多分ナイトメアデーモン来た、やった、ナイトメアデーモン来た、王の棺の効果発動します。さあ最強のコスト、なんだっけ、トリッククラウンパイセンがいるんで、これさすがに最強と言ってもいいですね。さあ、ハーピと、あ、無限包囲はあるの多分、あ、随かやるやんけ、なるほどね、ガンマケアってことね、いいよ。じゃあとりあえずジ・アンデッド・ヴァンパイア特殊召喚して、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果を発動、ちょっとマジでこれ通して、さあジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果を発動し、うおー4枚クラッシュ、うおー最強モンスターエンスネね、オッケー、エンスネモンスターを特殊召喚、ガネーシャでいいか炎属性いねえけど、さあライトロードビーストウルフ君の効果と、いやなんかいっぱい効果発動できるな、でティアラメンツハーフニス君の効果と、さらにあロルバ落ちてんじゃんこれ、もうすでに勝ったわ勝ったな、謎に勝ったらもう多分勝ったわ。ティアラメンツキトカロスパイセン出して、でライトロードビーストウルフ君も一応出して、炎属性いないんですけど、ティアラメンツキトカロス君の効果を発動して、まあ、これは別に、ああ、いいです。全然。ああ、OK です。全然 OK です。全然いいです。回収できなくても、全く問題はありません。ニビル撃たれても OK です。ニビルのトークンいるんで、ナイトメアデーモントークン出せますしね。これやる必要ももはやないよね。だからもう、陣撃たれてるから、まあ、なんか余計なこと、余計なカード引かれる前になんか DD キロとかもしかしたら入ってるかもしれないから、こうセットして、だからもうこれでエンドですこれでエンドってなってるよ相手何この盤面になってるでしょ、多分ね、お前死んでるよ、もう気づかないのか、お前はすでに死んでいる、何炎王死、やばいそれはガルドニクス、何ガルドニクスパイセン強いじゃないか、ガルドニクスパイセン、あの Q の方ね、 OK、キューガルドの方は、ちょっと待って、これやべえな、あ、普通にあれか、後ろ破壊されてたよ、また。後ろ破壊されてたよ、また、あぶれ。これあれだな、精鋭王ガルドニクスいたらマジでやばかった、普通に。で、ナイトメアデーモントークン出します。まあ、スタンバイページで蘇ってくるんですけど、AOCG ガルドニクスにあんま関係ないですね。ドローフェーズ死ぬんだけど。デーモントークンを3枚出しまして、はい、はい。で、トランザクションロールバックの効果発動、お前何モンスター出してんだ、くたばれあーなるほどね、ハンドマジ強いね、これ
ハンドマジ強いんだけど、まあちょっとどうなのか。でも G とか打たれるとちょっとあれなんだけど、まあ G でも結局落とせれば、あ強いね。G 打たれてもまあ落とせりゃいいから、あの墓地越えればいいから、まあ一応無効系打たれてなんか墓地壊しがまあちょっと中途半端になっちゃうってか、そういうのなんだけど、まあ、言うてね、異世界ペルリーノさんの効果通るのであれば、お、なんもねえのか、相手。マジか。ちょっと逆になんもねえと困るな。逆になんもねえと怖えが。マジ、援軍打つか。援軍発動で。あ、トリックデーム落ちた。トリックデーム落ちた。バイス持ってくるでしょ。で、トリックデーム落ちたということは、トリックデーモンの効果が、あ、これ効果で落ちないといけないな、これ。なるほど。これ光の援軍ってね、コストだから強いんだけど、あれなんだよね。弱い時あんだよね、こういう。なんかその、コストだから強いんだけど、効果で遅れたから弱いみたいな。そういう時たまにあって、るんですけど、まあ一応、2体で、セインティングミネルバパイセンを出しにいきますか。はい。で、効果発動を、デーモンを送る、はい。あの2枚ブドロー入りました。強すぎます。あまりに強い。あ、これはね、発動しない。で、ビースト、ライトロード、アテナ見れれば、ダブルミネルバからの、アルティメット墓地壊しを見よう。ダブルミネルバ。強いね、このダブルミネルバ。で、ライトロード、アテナミネルバの方の効果を発動。お、なんか、なんだと。まあ、効果は通るからいいか。効果は通るから、そんなに体勢に影響はない気がするけど、ちょっと待ってくださいね。ドラグンオブライトロード、いや、ちょっと待って、やばい、ちょっと混乱してる。デーモンと、アーチャーで、ここ2体出てくるか。で、アーチャー効果と、デーモン効果で、もう一回、あ、これもう一回蘇生してもいいか。あ、そういうことね。なるほどね。これ雪うさぎ引かねえや、このモンスター。なんか帰ってきた、謎に。ライトロード何体いる。あー、なるほどね。あともうちょっとだけ壊してからの方がいいかな。じゃあ、なんか反応なかったんで、他に多分うさぎぐらいしか持ってないんじゃないかと思うので、まあ、ここレイドハード通るでしょう。で、レイの効果ハウフ落とす。で、ハウフ効果で、キト出す。結構さ、そういえばさ、コメントとか見てると、やっぱティアラメンツ結構毛嫌いしてる方結構多いんですよ、コメント欄で。なんかティアラメンツとかいうなんか悪の所業みたい なんかそんな感じで捉えてる方 いらっしゃるんですけど、これね、まあもちろんね、まあ、気持ちはすげえわかるんだけど、使うと楽しいから。そういうモンスターたちって。いや、そういうもんなんだ、遊戯王って。なんかさ、使われたら嫌なカードって使うと楽しいんだよね。そうだからね、マジでね、ティアラメンツはね、使い得ですよ。キトカロスいつ行くか分かんないしね。キトカロス今にも行きそうだから、あー、オッケー。ロールバック落ちた。あー、これはあとはだから、トリックデーモンを墓地送って、あれだな、多分なんだっけ、ナイトメアデーモンを引っ張ってこないといけないかな。ちょっと待ってね。ロルバも落ちてて、だからこれでミデルバの効果起動して、あとトリックデーモンさえ落ちればいいんで、あとクソ適当になんか4枚ぐらい墓地送って、はい、はい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 、あ、オッケー。でトリックデーモン効果、オッケー、勝った、勝ちました、あざす。結構勝つまで長い時もあれば短い時もあって、このデッキ上振れ下振れ激しいんだよな。割と上振れ下振れ激しいっていう説ある。なんか勝つまでめっじゃあなんかぶん回す時もあるし、なんか全然なんかほんと光の肉1枚で、あ、なんか揃ったなコンボパーツみたいな時もあるんですよ。なんかちょっと上振れ下振れが激しいっていうことだけはちょっとご理解いただければというふうに思います。はい。で、あとはまあ一応念のためなんですけども、まあここで念のためなんですけど、妨害を構えに一応いきます。一応ね、念のため、これなんかデストロード落ちてほしいんだよな、できれば。2枚ドロー、デストロード落ちてないか、デストロードを落として、あー、そういう感じか。なるほど。
まあ、じゃあこうだな。でこうして、まあ、一応サリークも構えておいて、サリークメタノイズナイトメアデーモン、まあナイトメアデーモンでほぼ勝ちなんですけど、特殊召喚して、はい、でセットしてセットしてセットして、まあ、一応あれかハーピーまだいるんですね、デッキの中に多分。ということはハーピーも一応出しておいて、はい、まあ、一応これでエンドですね。でもあのデュガラスいらないでデュガラス破壊しましょう。ドローフェイズナイトメアデーモンズ発動、フィールドのモンスターをリリース。うお、相手のフィールド上に投球を3枚せっせ。おいお前何モンスト出してんだ、おいお前、お前何モンスト出してんだ。ゴミコンボスキルだなこのコンボ。はい、パー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 。勢いいいよねこのさ、自爆解放の時のさ勢いがめっちゃ好きだわ。ライトロードってなんでこんなに楽しいんだろうな。なんかやっぱパチンコ、なんかギャンブラーというか、なんかその何が落ちるか分かんないドキドキ感みたいなのって、あんまやっぱ他のデッキでは味わえないこの感じあるよね。そしてさ、あの落ちるのもさ、芝刈りみたいにブワーって一気じゃなくてさ、だんだんこのちょっとずつちょっとずつ墓地壊していくから、なんかちょっと熱いリーチが何回もかかるみたいな感じなんだよ本当に。だねマジでね、本当に楽しい。ライトロードは最高のギミックです。はい、トイボックスマジシャンズソウルズはやばいですね普通に。やべえ、この宇宙最強ムーブ来た。これさ、最近でもねえな、結構1ヶ月くらい前かな、なんかブラックマシャンデッキ作って、トイソルジャーとこのなんかトイボックスのギミック使ってみたんですけど、これ通った時マジ強いですね。ということで、また宇宙が起きるんですけど、ここからお相手しこれ何デッキなんだろうな。まあ、あまりガチデッキではちょっとなんか採用しづらいっていう、まあ、白き森っていうね、ギミックが、まあ、外に来たらまあ言うて強いかもしれないけど、今現状だとちょっとなかなかこれを使いこなせるデッキがあんまなくてあれなんですけど、トイソルジャーと、トイタンクの効果で、さらにモンスターも展開できるし、まあ、サーチも入る。ラーノショット、どういうこと？ラーノショット何？なんだこれ、送りつけか？ちょっとやめてくれ、そういうことやめよう。ラーの人はさ、これ絶対送りつけられるやん、これダメだって。ラーの人、こっちモンスター特殊召喚できんかったら終わりなんだよ。ホープダブル、わからん、ダブルアップチャンス、わからん、なんだこいつ。一体全体何が起きるんだ。希望をホープドラグナー来た。ドラグナーはナンバーズを出せるっていう効果ですね。でナリキンゴブリンの効果、1枚ドローアレトス。ちなみにさ、パチンカスって入れようと思ったら名前に、普通に入んなったら当たり前だけど。特殊の新境地、何最強のカード。これは自爆心とかを墓地に送って、何カード2枚ドローできるという効果。ウム強い。ウムわからない。一体全体彼は何がしたい。トップシェアは。お互いにデッキトップにカードを置けるというか、ガーディアンスライム、何。俺はちなみにじゃあ光のウィン君でも動かしてもらうかな。次のターンのトップを引かしてもらうぞ。まあ、次のターンがあるかどうかは怪しいな。ナリキンゴブリンが強いよ、それは。その最強ギミックが強いな。ガーディアンスライムを回収だと。だからライフは1万だぞ。特殊の新境地は強えな、おい。おそれ強えな。そガーディアンスライムコストの特殊の新境地にこっちちょっと強えわ、それ。さガーディアンスライムの効果を発動するぜ。なるほど。一体全体何が起きるって言うんだ。真なる太陽神、何？ああ、よくし、いや、ウォーのよく死ぬ竜だと。真なる太陽神の方が、ウォーのよく死ぬ竜のコアド名が記されているカードを1枚。か、デッキから手札に加えるといこうか。イニシエの呪文、何？このカードは、ラーのよく死ぬ竜を、墓地か手札から回収できる。ラーの死とは草。これもしかしてガチでラー出そうとしてる？さあ、ラーの死との効果。ラーの死とは、ラーの死、使徒がいる存在する限り、お神しか出せないという効果になるぜ。なんだと、ラーの抑止力を回収。なに、いにしえの呪文の効果によって召喚権が1回増え、さらに、生贄を束ねし力が発動されるぞ。まずい、ラーの人これマジでこれラー出すために使ったやつ初めてだ。ラーの抑止力、うわー特殊召喚、
あれだだ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 だ。さあ、ラーの抑止力の効果を発動。ライフポイント100になるように支払い。でもカタパルトタートルはもういないぞ。もうカタパルトタートルはいねえ。現代遊戯王において、さあ、希望ホープドラグナーの効果。ナンバーズモンスターいったエクスタ的特殊召喚。なに、誰だ、やばい。やばい、これは回復する効果。まずい。クソデッキじゃねえか。